今日はライカの 50mm レンズについてお話ししたいと思います。ライカはおよそ100年前、今日ではバルナック型と呼ばれる 35mm フィルムを使ったカメラシステムを確立させました。その時採用されたレンズの 50mm という焦点距離がデジタルとなった現在でもカメラの標準レンズの画角とされています。ライカ使いの写真家の中でも特に有名なアンリ・カルチェ・ブレッソンもほぼライカと 50mm レンズの組み合わせだけで自身の名作を残していることが知られています。以下ではこれらライカの代表的な 50mm レンズ群について紹介していきます。最初にライカの名声を築いたレンズといえばエルマー 50mm F3.5 であると言って間違いないでしょう。光学的にはエルマーよりさらに30年近く遡るカールツアイス社製のレンズ、テッサーのコピーと言っていいのですが、テッサーの絞りがレンズの中間に位置するのに対し、エルマーは前玉の直後となっているのが異なっています。ちなみにこの頃はライカも現在のようにレンズの開放 F 値によって名前を付けるということをしていませんでした。エルマー F3.5 については約30年にわたって作られたため多くのバリエーションが存在します。有名なものでは初期の頃の表面がニッケルメッキの通称ニッケルエルマー、終わりの頃に作られた被写界深度メモリが赤色の赤エルマーなどがあります。特に赤エルマーに関してはレンズにコーティングが施されていて新しいため比較的状態の良いものが多く、実際に撮影に使うのであれば実用性の面から赤エルマーがおすすめです。 50mm のエルマーはいずれも沈動式です。途中から焦材を変更して開放 F 値が 2.8 になり、その後20年ほどの空白期間の後また復活したのが画面のエルマー M50mmF2.8 です。振動式であることは継承していますが、写りはより現代的なものになっています。初期のライカは光学技術の面でライバルのカールツアイスに遅れをとっていたため、ツアイスのゾナー 50mmF1.5 に対抗するため、シュナイダー社から技術を導入してクセノンというレンズを製造していました。その後継の大口径レンズとして発売されたのがズマリット 50mmF1.5 です。性能的にはゾナーにだいぶ負けていて、開放時の写りはいわゆるふわふわです。しかしその独自の描写からオールドレンズとしては逆に人気があります。一時は比較的安く手に入った時期もありましたが、最近のレンズ高騰でかなりのお値段になってしまいました。ズマリットの名前は初代から後50年近くブランクだったのですが、デジタル時代になって突如中高径レンズのシリーズ名として復活しました。復活当初の開放値は F2.5、 現在は F2.4 となっています。レンガ版のように受け取られているため人気としては今一つのように思えます。ただ私は以前ズマリットの 50mmF2.5 を使ったことがあり、ズミクロンにも引けを取らない高性能なレンズだと思いました。小型、軽量で M 型ライカの特徴を活かせるため、もっと注目されて良いシリーズだと思います。さてズミクロンです。M3 より若干早く発売され、ズミクロンといえば M 型用レンズの代名詞といえる存在です。初代ズミクロン 50mm は月刊誌朝日カメラのレビュー記事でレンズ解像度のレコードを出し、その後50年以上記録が破られなかったなど数多くの伝説を持っています。初期型には振動式と固定式のものがあり、特に外観上では M3 と振動式ズミクロンの組み合わせはベストマッチと言えます。 M3 のボディに関してもそうですが、この頃のライカのレンズ共同の仕上げはどれも素晴らしく、ドイツ工業製品の最高到達点
工芸品の域に達していると言えるでしょう。画面のズミクロンは現行品になりますが、光学設計は1979年以降変更されていません。1979年といえばライカ社暗黒時代の真っただ中。その後共同は変更されているものの、50年以上経過し、現在のズバ抜けた高性能のアポズミクロンが発売されてもなおまだカタログに掲載され続けています。これはライカ自体がズミクロン 50mm を特別な位置付けとしているからでしょう。現在はズミリックスの影に隠れて見過ごされがちですが、アポズミクロンとともに今後もその名前を残していくことでしょう。今なお描写は一級品で、しかも軽量コンパクト。私が最も好きな 50mm のライカレンズです。現在ライカの定番 50mm レンズとしてはこのズミルックスを挙げる方が多いと思います。初代ズミルックスは大口径のズマリットの後継として満を持して発売されました。ズミクロンと同様、当時のズミルックスの共同仕上げは素晴らしく、美しい姿が貴婦人と呼ばれていたことをご存知の方も多いのではないでしょうか。現行のズミルックス 50mm は非球面レンズやフローティング機構を採用するなど、デジタル時代を見据えて登場したライカの渾身の作と言えます。ズミクロンよりは大きく重いですが、フィルム機より若干大きくなった M 型デジタルボディとのバランスも良く、開放時のボケの描写などそれ以前の世代のレンズとは一線を画すものになっています。デジタルライカを購入された場合、最初に手に入れるレンズとして現行のズミルックス 50mm は最有力候補になるのではないかと思います。大鳥はノクチルックスです。超大口径のライカの中でも特別なレンズと言えるでしょう。初代 F1.2 のさらに初期のものについては非球面レンズを手磨きで製作していたようで、数も少なく中古市場でも滅多に目にすることがありません。まああったとしてもとても手の届くお値段ではないと思われます。その後の F1 のモデルは非球面レンズを廃止しましたが、さらに明るくなりました。現行品から非球面レンズが復活し、開放 F 値は 0.95 です。挙動が大きいので M 型ライカのファインダーが大きく蹴られます。開放時のピント面は極めて薄く、距離計を使ったピント合わせは難しいと言わざるを得ません。ただ、タイプ240以降のデジタル機ではライブビューの足をできるので、ノクチルックスを使う場合は素直にライブビューを使ってピント合わせをした方がいいと思います。いかがだったでしょうか。ライカの 50mm レンズはいずれも伝説のレンズと言われるものばかりです。M 型ライカのボディを手に入れたら、まずはこれらレンズの中から1本選んで繰り返し撮影を行い、50mm の画角を身につけるのがいいと思います。もしかするとブレッソンの作品のような決定的瞬間を撮ることができるかもしれません。ではまた次回の動画でお会いしましょう。